第37期鳳凰戦 A2 リーグ司会実況の小笠原奈緒です。解説は引き続き A2 リーグ古橋隆が務めます。古橋プロよろしくお願いいたします。はい、お願いします。お願いします。それでは対局へと参りましょう。鳳凰戦 A2 リーグ第4回戦東杯の開始です。立ち合いに友竹プロの合図によって4回戦開始されました。ちいちゃから魚谷、なんちゃに内川、シャーチャに客の、ペイチャに藤島の並びです。ドラが言いそう。ウォーターにとってはこれが最終戦となる4回戦です。どうですかここまで来てね。なんとかね、はい、少ないチャンスをものにして、3回戦の羽マンは、ね、リーチ判断見事でしたし、はい、これは相当浮いて帰れそうなので、もうちょっとポイント伸ばします、うん、伸ばしたいですね。浮いて帰るだけじゃなくて、はいはい、ここで一気に40とか50とか勝つと、うん、嬉しいですね。想像法一内川客の本命ですね。イーシャンテン一旦休んで客の登場です。藤島は一メンツ、ドラ受けができました。ドラは1枚の内川、いいですね。リャンシャンテン、リャンシャンテン1回ね、今抜けている山田が 49.4 と、きついですね。結構もきついね。最下位まで見えるような位置にもなってきました、ね、今日はね、まあ誰が打っても、はい、っていうね、ツモとハイパイとツモしか来ないんで、はい、上がれても全部安いですからね。これみんなねかなりまとまってるんで、はい、この曲はぶつかりそうですね、はい、4回戦の当1曲です。ドラドラになっている内川です。逆のもイーシャンテン中目いっぱい来ました。天杯サブロッソ、闇天なんですね。はい、ドラ1ありますけどね、うん、想像が悪いってことですか。まあ、内川さんがね想像の本一っぽいんで、うん、闇天判断が無難ですが、ほう、イーシャンテンです。スピン切りたくなければ9万切りっていうのもそうですね、はい、単品系にいいですね。9万切り、うん、そうですね、はい、これは非常にいい位置だですね、はい、内川もいいシャンテン中。変わらずサブロッソです。古橋さんもこうしそうですよね。9万切りうん、そうですね、9万切りにはなりそう。天敗だ。チートイツの天敗は両層短期、これが積もれば倍満。怖い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 、3層は怖い。あ、3層これだった。そうだったそうだった。ピンフドラ1に先手、助かったね。これは、内川さん悔しいねですね。いや、吉野が、吉野、吉野吉野は、吉野は D2 リーグとかですよ。リーグで尊敬しました。 D1 リーグかね。客野です。客野と吉野間違えるのはこれはちょっと、もう裁判沙汰ですよ。客野君からすると、失礼しました、ね、大変失礼しました。ドラパーマンです。内川は野番、メンツはありませんね。ちょっと悔しいでしたね、さっきの。うんね、やっぱり1日1回入るか入らないかの表なんで、ね、もうちょっとね相撲を見たかった。本当ですよ。あら、吉野さんは今いつですか、はい。藤島さんの今の闇天がすごく良かったってことですよね。そうですね、リーチ、うん、やっぱりああいう展開になると、うんうん、想像の本一の内川さんがもし早かった場合、はい、1対1で想像待ちは相当不利ですから、相当きつい。そっか、なかね、ドラ1だからリーチ打っちゃっていいかなと思っちゃうんですけど、リーチ打つのもいいと思うんですよ、うん、そう、出にくい待ちなんで、はい、積もりに行くっていう判断もいいと思うんですけど、はい、まあ、一つ冷静な判断じゃないかな、いい闇点じゃないですかね。いい上がりでした。だったら客野くんは多分打たないと思うん で、ね、長引いて内川さんの羽マンと自分の3球で、はい、町は両面だけど戦わなきゃいけないっていうのが、気が冷やでしたよね、
トモがドイツです。いいな、ツモが。ピンズの方いつまで行けちゃうかも。全然ありますよね。はい、これトンポンしたら数万数万とか。トンポンしたらそうですね。はい。うん、数万落ちそうですよね。ここにトンがあります。ここで数万落ちたい。うん、はい。チョンは1枚切れ。ペンさんも引きました。いいシャンテン。イースピン、カンチピンです。ね、大谷さんは、はい、ちょっと伊達に不満があるんで、うん、イーソーにくっつけて、はい、3色を見たい。ほほう。ちゃんと3色とかまでね、あるかもしれません。ありますね。ドラです。ここ来るなら数万打ちたくないんだけどね。まあしょうがないですよね。ドラ。みんなドラを。6チッパー。パーピンローピン打つかもしれない。最近の大谷さんなら。あ、でも6チッパー。うわ、本当だ。本当だ、自分で言ってびっくりしちゃった確かに6、7、8もあるんで、はい、難しい選択でしたけどね、はい、6、7、8よりは1、2、3ということか。これドラ出てってもおかしくないですね、この後、うん、いいシャンテンなんで、うん、チュン打つかドラ打つかですけど、はい、僕はドラ打ちそう、ほうほう、先にドラなんですね、うん、やっぱチュンの重なり逃したくないし、うんうん、でもこうなるとなんかトンとかは泣きづらいですかね。トン泣いてもいいシャンテンからいいシャンテンなんで、はい、あ、重なっちゃった。チーテン取るかもしれない。取るかな。ここは愚形の部分泣いていってチーテン取っていきました。まあ、2000点ですけども、うん、よく打つなこれはね、結構テンパイっぽいですね。あ、そうなんですね。チューンはまだ2枚目のチューンですけども、やっぱり、うん、ね、ドラを打った後に、うん、まあ、本一、本一なんで、はい、ドラを打つっていうことはやっぱりいいシャンテンだったのかなと思って、そこから泣きが入ると、はい、結構テンパイ、うん、テンパイ濃厚じゃないかなと僕は思いますね。客のさんはね、ローピン抑えてリャンマン切ってますね。打ちづらいですよね、はい、まだね、自敗、あ、でも結構切れてんな。いいピン、いいピンは切りやすい。シャンポンがないんで、はい、いい数ピン、まあ、なくはないけど、うん、まずまだ切りやすい、粘りたいですね、はい、3ピンはこれは二度受けがありそうなんで、うんうん、粘れそうもないな。ちょっと今点数がおかしいですね。藤島が3万2千点です。失礼しました。2人に1000点減ってる、ね、はい、ごめんなさい。これはちょっとテロップが違うと、はい、サブローピン待ちの藤島です。ここにローピンが来ました。出ちゃいそうですか。パーピン通して、はい、自身ではちょっと使いづらいですけども、うーん、打つっていうことはテンパイじゃないと思ってると思うんですよね。とりあえず万全杯の白、まあ、打つなら今なんで、はい、打たないっていうことは、はい、もうテンパイなんじゃないかと。うん、粘れるか。逆の現状、一人テンパイです。自敗がね、どんどん切れてくると、うん、現状まだトンが見えてないから、はい、トンがジャントだったりね、あんこだったりするケースもあるんですけど、鎮逸ってケースも鎮逸もありそうですね。インピンがまあ結構見えちゃってるけど、そうすると嫌ですね、打ちたくない。やめた。イーシャンテンでは粘っています。泣きました。内川、うん、景色転配でね、ここは粘っていきたい。イーシャンテンです。客の君もいい粘りね、はい、これ見せてるけど、まあ、これもうそうそうそう、うん、親も今回いますからね。どれが通りやすい。いや、これはいろいろありますね、うん、シャンウーピンが現物なんで、はい、シャンポンに受ける方が普通ですか。ほうほうほう、ウーピン確かに内川には現物でした。ノーチャンスでチーピン、ノーチャンスですね、うん、
チャンスならスーピンの方が通りそうではあるんだけど、はい、自身でスーピン、あーちゃ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 、これはつむぎりですよね、はい、スーピンでロンは相当ないんで、シャンポンにしていれば、うん、上がりがありましたけども、市川実際優勝点これは上の連チャンはもう無理ですね、はい、あと残りつも一巡となりました、うん、連敗は継続、相手が客のです。お、うん、打ちましたね。3ピン補充。藤島の上がり2000点。天敗売れた内川が3ピン打ち出しました。まあ親場の天敗で藤島さんの手がね、はい、天敗は間違いない、ないし、はい、サブローピンがかなりの本線だったけど、うん、立てやすいのが分かったんですかね。チーズの可能性も若干あった、自敗が結構ね、はい、出てたんで結構サクッといきましたよね、まあまあ、うん、テンパしたら行くっていうことですよね。ドラドラ藤島です。先ほど上がりました藤島、一メンツ内川です。親番は逆の一メンツ、三トイツ、元谷さんがいいですね、はい、で ドラのペイはまだ2枚、ただなんちゃなので、はい、ね、役がペンがつかないんで、ね、こちらです。白は1枚切れ、白はまだ残したいですよ。チーソーは結構まあありはありですけどね、うん、白を残したのは重ねて役を作っていきたいと、もちろんそうですね、それが一番ですよね、うん、もうはい、これは上がりに行く手なんで、はい、何が一番上がれるかを探って、うんうん、これはもう、まあ、リャンピンが先か、リピンリャンピンを切っていきます。イーシャンテンの大谷単品系、単品が決まらないとちょっとリーチにはいけない、まあ、ゴロチの3色があるんでね、はい、ああカオス引き入れました、うん、これは酸素シーピン、シーピンかな、はい、キューピンが3枚切れてて、はい、パーピンも自分が2枚見えてるんで、いい街なんだけどちょっと薄すぎるかな。逆の君は3色見たいんで急走パース、あ急走チーソー、うん、カッパソのキルを嫌っていきます。なんだイーマンはやだ、イーマンか、天敗ではあります、やめて、うん、まあ、3色変化があるんでね、はい、どっちもありますね、6チッパー、5ロチも、そうね、どっちもある、うん、やっぱこういうのは闇点にするのがセオリーですかね、うん、あの公式ルールはこれはもう当然と言っていいぐらいの闇点の方がいいですね、はい、うん、親でもですか、うん、親でもいい、その方がいいと思います。6キュソは振り点です、そのいいでしょうね、はい、内川もイーシャン戦、イーシャン点リャウパーマン、うん、ぶつかるでしょうか、うん、ぶつかりそうですね、みんないいんで、はい、これはいいマンガンマン打ちますよね、うん、これね3品残しがいいですよね、生きてきましたね、狙って急走地走としたのが大王三色です。やはり皆さん打点はね当然ね、うん、うん、まあ、これで天敗逃したんだけど、はい、さらに高くなって帰ってくる可能性を負ったっていうことなんで、はい、いい一打だと思いますけどね、これで6、7、8になった、どっちにするか、う
マッチはソーズの方が良さそうだけど、はい、ソーズでリーチです。ウッパッソマッチ、最終手出しがウーマンです。そんな変わんないか。追いつきましたよ、リャンウーマン。うん、ね、山越しになってるから。ああ、本当だ、使ったきつ。でも安めの方だからね、はい、高めはないんだ、ね、高めはないんですね。ああ、嘘、そうですね、自身で1枚藤島客のにも。あんなんで無理。あー、でもウーマン補充やん、最悪やん。内川の上がりです。ピンク、これは大きな判断になっちゃったかな。選べました、今の。選べ、あのウッパマにする人もいそうですね。そうなんですね。そのほうがちょっとよく見えたけど、そんなに差はないように見えるんで、もうちょっと細かいところで差があったかもしれないんですけど、はい、なんか悔しいですね、今のね。すごいね。と4局です。ドラパーズ4、大谷にとって最終戦です。一メンツ完成。藤島、大谷も、うん、おー、二メンツできてました。ドラメンツもあって、ちょっと本一みたいんだけど、四と一リャンマンスーマン、リャンマンから打ちそうです。はい、野君は想像の位置ですね。はい、なんか面白いですね、皆さん、うん、またぶつかりそうですね、うんうんうん、これはそんな気がします。まあ、速度は圧倒的に大谷さんですよね、はい、おお、すごいすごい。お、こっちも負けてませんよ、うん、チュン統一です。ここにチュンペイとありますよ。うん、あらー、追い抜いちゃった。いいシャンテン一気に追い抜いてきた。でもドラがないんでね、はい、ピンフのみのリーチ、うん、ちょっと内川さんの捨て牌が嫌だから、はい、様子を見て闇天にするかもしれないな。これでピンズの本一っぽいなっていうところですか。はい、あ、これでウーマン切りはありますよね、うん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 、ただまっすぐ行きます。3層つも切り、白も重ねました。これチャンタがあるんでね、一旦パーマン打ってチートや見ずに9万引いたらチャンタって言ってもありますけど、うん、これでチートイツのいいシャンって、はい、難しいですね今の選択も。あ、ローマン振り点で、うん、9万3枚切れ、あ、2枚切れか、取らずはないかな。マンズがね相当いいんですけど、はい、ここは取りますね。6球ピンテンパ闇点です。ピンフ高めタンヤオ、仕掛けが入った内川です。これもねトン一局のサブロー層と同じで、はい、ありましたね。では高め単品ですからね、うん、あるんだけど内川さんのピンズと被ってるんで、はい、ドラ打つならリーチとかはないか。闇天継続、ドラ打ってきたのは親番藤島、うん、イーシャンテンの大谷です。今日はね結構ね藤島さん手堅く来てますね、うんうんうん、あっちそう嬉しいけど間に合うかな、どうですかね、テンパいますからね、はい、ちょっと間に合わないかな。すでにテンパい親番藤島です。お、いいシャンテン、ピンを先に打つかも。3ピン打ち出していきました。どうですかね藤島さん、ピンズ持ってきても、あ、キュピンだ藤島の上がりです。ピンフ1000点で、あ、1500です。もうこれはギリギリまでいったでしょうね。次のピンズも1ピン、はい、3ピンの余りは結構強烈ですけどね、うんうんうん、僕はいったと思いますけどね藤島さんは、はい、客野さん今すっごい混ぜてましたね。これ客野くんと二平さんは、二平さん、自分の前だけ混ぜるんであんまり、ま、実は混ざってないっていう疑惑があるんですけど、結構他の団体の方はこう丸く円を描いて、全体的にね本来は書き回すのが、ね、うん、シーパイのルールというか、はい、うん、そっか、二平さんも絵つきますからね。二平さんと客野くんが同卓したら自分の前しか混ざらないんですからねそれはどうなんだ、どうなんでしょう、うん、チューンをポイしている藤島です。親番
ね、いきなりなんちゃの第一打をポンですから、はい、どんな手でしょうか。一面つ客のこちらの手、あ、整ってますね。うん、トイトイもあるからね、はい、仕掛けていったんですね。9番からチーソガドラです。裏回り引いて3900がね、はいはい、一番現実的なところ。追いつけそうな人います？この仕掛けに対して。うん、きついね。なんか、うん、厳しそうです。中は仕掛けが入っている。はい、メンツがまだない内川です。完全に先手ですね。そうですね、藤島さんが。で、筋にもなってリャンピンも出やすくなって、うん、おそらく、はい、チーマンリャンピンポンできれば、はい、先輩は取りそうだけどね、うんうん、その前にドラ回りをなんとか、はい、ドラ山全山じゃないですか。あららららら、うわ、ドラ重ねたらやっぱりトイトイ、ドラ重ねた ら、いやチーマン切りになりそうですね、はい、うんうんうん、重ねてくんないかな。重ねてほしい。フルハザーチーマン切り、そうですね、やっぱ7700あるんで、はい、うん、まあ、チーマン打った後に、ま、もう一回トイトイに、あ、チーマンポンできたこうなるとドラがもう、まあ、テンパイ取るのが普通ですけどね、はい、うん、打っていきます。チュン2先手のテンパイリャン嘘待ち、取らない人もいておかしくないですけどね。チーマンポンをしないということですか。いや、ポンはして、ポンして数層切って、ただね、両面になっても2先点が3球になるだけなんで、はい、あんまりメリットはないですよね。瞬間のテンパイ取っといた方がいいかなと思います。いいシャンテンです。ポンだ。あら、でこれで両層三層放題間違いです。ドラの後のね数層なんで、これは必ず関連牌ですから、はい、じゃあ両層三郎層、またいでるとするとトイトイにするんで、そっか、なんだろうつもりました。チュン、なんかちょっと不満そうに積もってましたねいいんですよ、積もらなくても。800オール、おお、800オール、ん、あ、ごめんなさいごめんなさい、え、700オールごめんなさい700オールです。700は800オール、そうですね、ごめんなさい。ちょっと来てますね、藤島さんが ね、はい、ドラ言いそう。木で言うと山田藤島が17木です。山田藤島、はい、次と近藤さんと、はい、一つさん、はい、17木ね、いっぱいです。古橋さんは21木、うん、21木、内川さんのが後輩なんですね。そうなんですよ。22期、22期はね、内川さんしか今エッツがいないはずですよね。そうなんですね、うん、客の方が23期です。白鳥は靴と同期なんだ、うん、で大谷さんが25期と、うん、なるほど。内川は今年まずまずいいんじゃないでしょうか、うん、逆のは単陽系か、順を重ねた藤島龍浜統一、もう一旦両ピン打ってから統一に向かおうと、はい、いいですね。両層が入っちゃったら数ピン打ピンですね、うん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 、楽しみな手です。これはいい両ピン切りですよね、はい、ターツは足りてるんで、なんかね、もうピンズって頭が一直線になっちゃってるとね、3層とか打っちゃいそうですけど、うんうん、これやっぱ両ピン切りがバランスはいいですね。そうですよね。仕掛けをどうするか、はい、なんだけど、あ、もうこっから仕掛けていくんですね。これは結構思い切ったね、はい、9
キューピンがもう4枚見えてるからっていうのが大きいんですか。そうですね、あと2度受けなので、結構ねサブロキューピンの2度受け、はい、まあ、キューピンがないんでサブロピンの2度受けになっちゃうんで、はい、どうかな。ラーメンチーですからね、まだ分かんないですね本日かどうかは、はい、おー、打点はありそうには見えますか。ドラが打たれました。うーん、これで本日に見えてきますけどね、やっぱり4、3、1と持ってたっていうわけですから、はい、で自敗も切ってない捨て牌なんで、そうですね、ただリャンピンを先に切ってるっていうのがね結構速度感が出ちゃうので、あの、ファンパイが相当絡んでるかなと思いますね。7の3色同行見ず内川、3色同行か、はい、本当だ、全然あったじゃない。あったです。友竹さん立ち上がってないかな、大丈夫言ってるかな、もったいないじゃない、これでチーマン出そうだからね。ああ あ, あちょっと笑ってますよ。なんで怒ってる、怒ってる。7出るならちょっと話違うぞっていう感じですよね。まあ、普通ね、はい、チーソー打つのがね、はい、普通のいいシャンパンなんで。一通がありました。ドラも言いそうです。ただチーソー打たないなら、はい、何打つんだろうね。急走か数走か、うん、3色ドラ1っていうね、はい、3色同行の方のドラ1なんてめったに見ない。古橋さんもチーソー切りですかこれ。いや僕ね3色は珍しい役なんで、はい、3色同行は、はい、結構上がりたくなっちゃうんだけど、これはさすがにチーソー打ちそうだな。そうですね。さあ大谷が仕掛けを入れてきました。リャンマーのポンを入れてトイトイ系のイーシャンテン、内川もイーシャンテン中、リャンソーは先ほど切った牌、藤島もイーシャンテン食い取った。お茶チューンはポンが入る牌です。これはね魚谷さんから見るともうファンパイがチューンと初しかないんで、はいはい、相当泣かれるかロンって言われてもおかしくないなっていう牌だとは思ってますね。じゃあどうします。テンパイで切りたいかな、うん、テンパイ、これはポンしてのテンパイでもいいですか、うん、いいです、いいと思います、うんうん、サンマのポン、あこれでチューンでテンパイ、イーピンローピンのシャンポン、ポンの声でした、ロンではなくサブローピン。これはもう藤島さんはもうテンパイに見えますね、はい、ピンズの本一テンパイの方に見えます。で両面でどこかっていうとやっぱローピンから泣いてるんで、はい、あそこが苦しい街だったんじゃないか、うん、二度受けだったんじゃないかっていうのがあるんで、ロッキューピンとかね。あら、あれ、いつもここはドラ短期のチートイツつま上がった客のです。2400、2200、4200のつま上がり、副編がいた、鳥さんが客の積もりました。ちょっとこれ嬉しい上がりですね、うん、客の積もね、はい、嬉しいね。いつもの山終わって難入です。大谷の山、大谷にとってこれが最終戦2万5000点です。トータルは今日のトータルプラス19.4、そうか、はい、ちょラスなんですよね、はい、そうか、結構強くいきますか、うん、でもなどうなんですか、うん、ある程度は行きたい親番ですよね、やっぱラス目なんで、はい、半ちゃん単位で考えて、はいで、はい、あ、まあ頑張れそうな、うん、まあ悪くないですね、うん、ドイツが4組内川です。逆のは悪い、悪いですね。内島そんなによくはないですね。うん、大谷どうでしょうか。2号持ち、まあ、客の軍は自敗溜め込んで、はい、マンズに向かってる風味作戦で、うん、行きたいですね、はい、
川さんもピンズをバンバン切っております。うん、お、シャーチャーでシャーを重ねました。ただね、2枚目出たところで、はい、今泣いてもきついんでね。きついですね。もうすでに1枚切られていると。しかもね、親の現物ですからね、はい、ここは大事に泣かずにいきたいところではありますね。はい、チートイツで、あ、酸素があんこに。こうなるとどうですか。これでもやっぱり1つできたところで泣かない方がいいと思います。はい、もう一個ぐらい自敗を重ねたりすれば、自敗重ねればね、トイと、はい、ヤクヤクトイまで見えるんで、うんうん、そうか。でもシャーポンして、はい、9万パーマン打ってヤクヤクトイと1本っていう手はありますよね。シャーポンしないともう上がりがほとんどないんで。そうですね、まあ、チートイで、うん、まあ、チートイはありますけどね、うん、ただ相当怖いけどな。ちょっと僕にはできないですね、うん、このポンは。どうですかね、客のは。でもバランスを取る選手なんで泣かないかもしれないですよね。うん、どっちもありそう。うん、他の自敗の切れ具合にもよると思うんですけど、はい、何白髪チューン、何2枚切れ、チューンも2枚切れになっちゃった。あ、結構厳しいですね。白髪が1枚ずつ生きてるんで、チートイツの方がまだマシですか。いや、まあでも相当自敗が安全牌なんで、はい、残していって、はい、安全確保しつつ攻める手はありますから、なくてもありますね。ドラドラです。はい、ソリアンス、チートイツ、イーシャンテン、内川です。なんかね、もうなくなったんで、はい、白重ねました。これは嬉しいね。いいじゃないですか。うん、うん、これで仕掛けていくんじゃないですか。はい、白シャーと手の内にできました。何が重なるか、内川、うん、ドラはね、大谷さんが2枚持ってるだけ。はい、まだ2枚あります。引けたら大きいけど、龍派を重ねた。白が出そう。藤島です。おー、出ない、出ない。ベンちゃん笑い。クラリアンスですね。はい、イーシャンテン、大谷です。あら、すごい、あの手がイーシャンテンまで。泣けるのかな、これ一旦キューピンか。パーピン、キューピンを払っていきます。シャア、ハクともに客のが欲しい牌、ね、ハク切ってたらポンしてシャアがアンコになって、うん、ペンチマン転牌でしたけど、チーマンは山々です。なんかトイトイまで持っていきたいですけどね。行きたいですね、ここまで来たら、うん。ちょっと絞りがすごいですわ、今回。いやー、リーチ行くぞ。ペンチース引き入れて、これはね、ドラが3ピンなんでピンクは消えますけど、はい、リャンピン切ってリーチ、リーチ、ドラ、ドラです。ザブロッソ待ち。これは魚谷上がりたい、上がりたいですね、 ですね。手の内で4枚使われ、しかも、うん、もうほぼきつ、一人旅、一旦初打って、はい、ただこれね、ハクとシャーがアンコになることないんで、はい、チーマン引いて客の君は勝負するかどうか。あ、ラスハイでしたね、今サブロッソのローソン、客のさんに、はい、8枚目のローソン持ってきました。こういう時はチーマン引いちゃうんだよな。チーマンないのか。チーマン山々、あ、1枚1枚ありますか。うん、やめましたね。お、こういうのもスッとやめられるのがすごいですね。うん、やっぱね、ペンチーマンっていう厳しいところと、うん、はい、無筋2枚、まあ、ここから粘りもまだできるかも。ちょっと難しいかな。まあ、一旦パーマン打ってイーシャンテンには取れるけど、はい、その後勝負するかどうかですよね。はい、順目があってつもりスーアンコとかになればね、これ一旦パーマン打って、ま、これリャンピン入ったら勝負しちゃうかもしれないけど、残りつも1回でいいかな。そうだな、リャンピン、内川さんが切ることもないですね、これは。はい、リャンピンはもう山には残っていません。ペイは現物ではあります。魚谷に、ま
まだねギリギリ積も番があるんでギリギリ粘りたいですよね、はい、通るかもしれないんで、うん、ローソーは。くんくんは転廃しないんで報酬もしない大丈夫ですね、うん、シャウトイツに手をかけました。シャウって一人転廃ですね。はい、サウロソーモも残っていません。相手は内川です。あれ、いや、リャンピンが現物あるんで、うん、はい、現物を切って流局一人転廃です。逆のさん、サウロソ一発キャッチしましたからねこれはレンチャン、レンチャンしますね今日は、はい、天敗レンチャンばっかりなんですよね。そうなんですよ、なんか4本馬とかは行くんですけどね、まだまだ本調子じゃない、ね、まあ気持ちよかったな、あの跳ね馬3,000-6,000、これは1枚あるけど1枚あるのかな、はい、1枚か1メンツあります。何から何番の何からです。3色がありますね、下の3色が。内川一メンツ、客のは0メンツ、藤島も、うん、ペーチャですがメンツはありません。メンツがないとねちょっと不安定な仕掛けになっちゃうんで、はい、1枚目はまだ鳴かずに様子を見たいところではあります。この形です、ドラマないですしね。うん、内川のチューンもどうでしょうか。内川さんはねピンズで一メンツあるんで、はい、かわしたいと思えばなくてはあるんですけど、やっぱドラが浮いているんでね、うんうん、かなり不安定な形。うわ、はい、すごい。あ、これでまだ泣いても、これはなくて全然ありますよ、うん、でも形がグッと締まりましたし、はい、バーマを引き入れたことによってポンしていい3点ですもんね。ツモがいいな、うん、9番のドイツ落としです。ほうほうほう、チューンも出ますよ。そうですね、はい、おそらく藤島さん1枚目から泣いていくと思うんで、はい、それに対して内川さんが仕掛け返していくかどうか、うん、僕はちょっと泣けないけど内川さんも手合いだと、そんなね軽い仕掛けバンバン打つタイプじゃないんで、はい、ギリギリ仕掛けないぐらいの手配だとは思うんですよ現状。古橋さん、ペイの方は仕掛けるんですか？一泣き。僕は仕掛けないですけど。仕掛けない、うん。藤島さんはほぼ仕掛けるでしょうね。うんうんうん、あ、これでチューン？チューン切って目いっぱいです。泣きませんでしたね。うん、チューン一枚目はする。に差しは見切った。うん、3色かドラかですけど、キャッシャー点、うん、3色は見切りますね。1、3、内川前進ですがまだドラにくっつきません。ドラにくっつかないとねチュンも仕掛けづらいんですけど、はい、2枚目どうしましょう。一応ポンしてイーシャン点なんで当然仕掛ける手はありますね。お、まだです。ドラで若干かもしれないですよね、うん、これで若干仕掛けやすくはなりましたね。はい、まあ仕掛けるでしょうねこの形なら、はい、もうチューンはすでに1枚切れ、うん、藤島さんが引けない。ペイは誰も持ってないですもんね、うん、難しいな。ドラ浮いちゃってる。ドラ浮くか。あ、素晴らしい、うん、なかなかねドラ打てずにごちゃごちゃなっていくことも多いですが、ドラ打たないとねピンズをどっちか決めなきゃいけないんで、はい、リャンカンとリャンメンのイーシャンテンです。天敗です。ウーピンを切ってのカンリャンピンはリーチ、山に残り2枚です。これはねカンリャンピンも結構あるなと思うんですが、はい、イーピンが3枚切れなんで、ほい、どうかな。いい街ではありますよね、なんか良さそうって思っちゃうんですけど、うん、
当然ね、あのドラの後のウーピンなんで、このウーピンは関連牌なんですけど、はい、ピンズ1枚も切ってないんで、うん、あの普通に455とか556とか、うん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 、サブローピンもあればスッチーピンもあるし、はい、カンパーピンもあればカンリャンピンもある、うん、その中でカンリャンピンが一番なさそうですよね、いいピンが3枚入れなんで、あ、そうですね、うん、なんで若干打たれやすいピンズではあるんですけど、はい、残り1枚になっています。イーソーが4枚見えてるんでね、カンリャンピンで当たった時に3色はない、1通はありますね、スッチーピンとカンリャンピンのいいシャンテンとかよくあるケースですよね、はい、うん、じゃあまだちょっと打ちづらいですね。そうですね、はい、結構1通リャンピンだったら1通あるかもなと思いそうです。うん、内川中の統一落としです。このくん単位のイーシャンテンなんですけど、はい、パースは無筋か、もちろんねウーピン周りが埋まっての別の両面とかが全然あるんで、はい、行きづらい街ですよね。内川イーシャンテン復活、順を切っています。みんなイーシャンテンで粘ってはいるんですけどね、チーピンが通った、はい、6、7、8、シャンテンだけど、うん、ちょっともう全面的にいけないですね。残りもあと2回でした。客の君も単野を飲み、テンパイからだとパーソーム筋は行きたくないですね、はい、いいシャンテン藤島、またテンパイレンちゃんかな、これなんか多いですね、うん、もうつむばないからね、はい、ここは丁寧にもありません、藤島さんに泣かれないようにいっぱいしない、ダメでした、まあ一品かな、パンか、パンか、まあまあ現物、これが配定です。はい、一人転廃、はい、おでもこれで、あ、そっか、リーボー出しちゃったからまだ浮きではないですね、うん、そうですね、うん、今9000点持ちかな、はい、のレンちゃんです。1本が石渡さんも目の前しか混ぜないよ。あ、石渡さんもそうか心配ですね、うん、意外に少ないかもしれないですね、連盟員はこうぐるぐる混ぜてる人が、うん、ぐるぐる混ぜる人はそんなにいないかな、うん、あれって何が正しいんですか、トンバとシャーチャの人が一応言われてるのは、はい、トンチャとシャーチャがぐるっと混ぜて、はい、うん、ナンチャとペーチャはあのそれを補佐する、はい、補佐するっていうかね、うちに寄せていくみたいなのが正しいらしいですけどね、はい、最近のね麻雀とかもすごい優れてますしね、なんか縦あれ向きが揃うのびっくりしました、ね、自動ハイパイの向きが揃うパイが、はい、すごいですね、パイというか もともと卓自体がそうなのかちょっと分かんないんですけど、ね、どんどん進化してきますよね、すごいです、やっぱりね僕はね、はい、あれなんですよ、なんですか、あんまりあれなんですけど上下揃えない人が嫌いなんですよ、わかります、言っちゃうけど、はい、わかりますよ、うーん、やっぱりね、プロでやってるんで、うん、ね、例えばあのソーズのリャンソーとかね、うんうんうん、パーソーとかの上下まで揃えるとは思わないですけど、マンズはね僕は上下揃えてほしいなと思うんですよ ね、 ですね、である程度のねバレないためのリーパイもいいですけど、うんうん、やっぱりね僕はほぼ完全リーパイ で、はい、で今日はみんなね、はい、上下揃えですね、うん、綺麗に見やすいですよね、やっぱこの方が、はい、やっぱそうプロになる前にこうモンドとかいろいろ見てた時に、やっぱ上下揃ってなかったりすると全然分かんないって何なんだろうって思ってましたね。あら、あらららあら、6000ゴールじゃない、来た、イスソーやめて、なんちゅう女だ、イーソーがね、はい、3層が3枚見えてるんで、はい、イーソーっていうのはやっぱ打たれやすいですよ、危ない客の、ピーフドラ1、ここで闇点にしたっていうことは、はい、自順つもぎりリーチに行かなければ、はいはい、ずっと闇
って、うん、おい裾のつまがりピンフツもトライ1です。1300は1500オールどうですかこれ。これはね、うん、いや闇点がね、うん、決まる時もあるんで、はい、大谷さんはもう全く気にしないですよ、はい、僕はもうメンタルブレブレでもううわちょっとわちゃってなってそうです、ね、なりたくないんでリーチ打っちゃうんですけど、はい、6000オール狙いで6000オール狙いというよりやっぱ数層積もの1300オールが嫌なんで、はい、リーチ打っちゃいますね。でも気持ちは本当に分かります。なんかテンション次第でやっぱ闇点にしたいですもん、はい、まだこれすっきりした上がりとは言えないですね。言えないですね。リーチ打ってればね結構すっきりした上がりになるんですけど、一メッツ手が立ちは良かったです。ね、ポロッといい層が出るともうドヤ顔でね、なる、私すごくないってなります。いや見てんなら出ちゃうよね、うん、ロンです。1万1600は1万2200 ちょっと腹立ちますね、今の言い方、うん、ちょっと相手にダメージを与えてダメン使わせです。ドラが吐く内川さん一人沈みはダメですよ。はい、そっか、25.6 のプラス、まあ、相当ならないですけどこの点数は、うん、現状ね、はい、大谷がトップ目に立っています。うん、やっぱね今日はいいですよね。親番でとにかく、はい、合計何本積んでるか分かんないですよね。だってさっきも4本馬で、うん、その前も4本馬とか積んでた気するので、ね、本当にめちゃめちゃ積んでますよね、うんうん。僕この前親番の連チャン多分0回なんですよね。古橋さん、はい、ちょっと分けてほしい連チャン力。辛かったですね。なんか1個ありましたね、6000オールみたいなやつ。あ、言っちゃうそれ。あ、なかったことに、ね、シャンポンに行けるか、ね、カンちゃんに行けるかで、はいのね、やっぱりいろいろね、はい、なんか古橋さんなら私シャンポンなのかなって勝手に思ってたんですけど、もうどうせ上がれないから、うんうんうん、少しでも上がれる方に、はいしようとかよくわからないことを考えて、うん、悔しいですよねあれね、うん、ね、うん、だいぶ違うのよな、6000オールが一人転敗になっちゃった、ね、流派まだドラの箔はあそっかもう3社にばらけてるんですね。あと1枚ですか、はい、ガンザンピン引き入れました。ベンチャンもらいでいいシャンテン、うん、唯一ドラ持ってないのが客の国ですからね。ちょっと行きやすいですね。上島さんもピンフの天敗になればドラはおそらく打ち出すでしょうから、リャンメンリャンメンです。この順目ならば、うん、今の3色の変化もありますし、うん、はい、しょうがないなこれは。残りドラ1枚です。今期の藤島さんは重ねてきますからね、このドラを。ドラを、うん、内川もこれは一気に通感があるけどいいピン切ってるのか。はい、みんなさんいいシャンテンにドラ誰が引くかで来ましたよ、うん、あすごいすごいすごい、大天敗ドラターン期、あこれでも間に合わなくなっちゃったみんな、うん、はい、ドラ残り1枚です。表情引き締まってますね内川さん。これね反撃怖いね、もう本当に一か八か、はい、ドラ打つのかな藤島さん天敗で、一応ねこれパーマンとか引くと一手代わり単品三色なんで、はい、ドラ打ってもおかしくないですね。三色になっちゃえば打ちそうですね。うん、ちょっとね捨て牌が手出しがなんとチュンを手から打ってのリーチなんで、はい、自敗2枚を絞ってたっていうことですよね、うんうん、なんかおかしいですね。チートイツが本戦に見えてるかもしれない、うん、となるとドラが結構打ちづらい。そうですね、やっぱり、はい、内川さん点数ないですから、はい、この局面ドラ短期のチートイツのリーチは十分ありますよね。特に藤島さんにとっては内川に加点はされたくはないですよね。そうですね、となると打たない、分かんないですね、分かんない、あるでしょうか。打ってもおかしくないけどこのリーチ潰せれば大きいんで、大きい、ある意味勝負どころではあるけど残り1枚だから藤
島さんがドラ重ねての反撃が一番怖いんだけど。怖いな。真っ白白はあと1枚。大谷ももう捕まってますからね。白が白を使ってどう。まっすぐはいけないね。うん、ちょっとぐるっと回って、この、ね、白炭切り石はいいですよね、はい、触った瞬間に分かるんでぬるっと。うん、なんか私夢で見ました、決勝戦の。え決勝戦の夢を見たんですか。どっちにするか、ぬるっとした方がいいから白炭切りして積もってウィンってやってる夢見ましたすいません、どうでもいい話を。すごい具体的ですごいどうでもいい夢ですね。そういう夢見ません、古橋さんも。麻雀の夢は見ますね。見ますよね。なんか WRC リーグを、はいはい、優勝する夢とか前見ましたね。なんでそこなんか4チームかもしれないですよ。10段じゃないんかみたいな、なんかそこ WRC なんだと思って起きた時思いましたけど。まもなくブロックインの決勝が始まりますね。そうですね、今週ですよね、はい、もう日曜日から。おお、最後の白ぬるりときました。白のツモリーチツモドラドラです。これ大きい2000-4000のツモ上がり、2300-4300、大谷をやっかぶり。こういうのね嬉しいですよね、最高です。ここでの満願かなり大きいですね。結構ね、あのドラタンキリッチっていうのはもう、ね、見方難しいけど、はい、一か八かの、はい、ギャンブル要素が高いリーチなんで、はい、こういうのね決まる日はやっぱりそうですね、うん、なんか急にグンと押されるともうあドラドラでやばいなっていう感じもしますし、ね、本当に表裏一体、今みたいに1枚ずつ抑えられて、はい、ラッサイ積もるっていうのはもう一番最高ですね、理想的。さあ客のね、今のね一人沈みから一気にトップまで行きましたから景色がガラリと変わりました。大きいですね。大谷は親番が落ちています。各難が統一の2面完成です。いいハイパイですよね、はい。まあ、親番も落ちちゃったんで、うん、あとはどうこの半ちゃんを締めるか。でもなんかこれ上がれそうじゃないですか。上がれそうですよね、内側が打ち抜きしていくでしょう。はい、白難浮いてます。まあ、9ピンかな、うん、何本ですね。イーシャンテンにこれは僕でも泣きそうな。次もポンですよ。ポンですね、はい、ポンしてイースマン。早くもテンパイ大谷です。役このね、役のツーフロっていうのはやっぱインパクトありますよね。プレッシャーになる、結構行きづらいんですね。うん、でションパイの初が打たれた後にポンしてチーマンなんで、はい、結構形も整ってるんじゃないかな。客のさんはドラ浮いてチューンも浮いて行きづらい形になっちゃいました。うん、もうこれ結構いけない、はい、と思います。これは待ち替えもできますが、イースマン継続。もうこれ馬切っちゃうとね、イースマンがほぼ最終形になりそうですね。受けない限りは手出しをしない方が、うん、まあ、純粋に味によってる方が上がりやすい。まあ、手出ししない方がいいのももちろんありますけど、はい、例えばリャン馬でテンパってて、はい、今イースマンに変わったら変えたと思います。まあそうですね、変えなかったかもしれないけど、うん、手出ししたくないっていう理由で多分変えたと思いますね、はい、降りています。客のです。下手するとね、これマンズの本一まであるんで、はい、あの打つならマンズじゃない牌を打ちたいかな。どうしよう。じゃチュンは通りそう。初の後にチーマンなんで、チュンが統一だったらチーマン初になりそう。そうですね、初もっと大事にしますもんね、うん、ただ打点十分なら、はい、それ裏を書いて、うん、先に初を打つ手がありますよね、うんうん、ドラドラでチュン統一とかだったら、はあはあ、だから必ず通るわけじゃないんで、はい、イスマン捕まっちゃいました。もう放たれますか。でもドラも浮いてるんですねっていう理由で中から、はい、まだ粘ってはいるが結構厳しいです。イースマンだとね本当に本一の可能性があるんで、はい、ちょっ
と打ちたくない。マンザマイースマンがもう本戦ですから。大谷さんは567持ってきた時から切りとかした方がイースマン上がりやすさが、いやうん、そうピンズの567ですよね。うん、さばき手と考えれば行きやすい、あの空切りしやすいけど、はい、どうなんだろうね。どうでしょうか。その空切りの見え方っていうのはあんま僕分かんないんですよね。ただね、相手に情報を与える、ピンズでメンツがある情報を与えるのがいいか悪いかね。はい、いいこともあれば悪いこともある。これはね、イースマン打っちゃうかもしれないな。イースマンか、イーソーか。ではもう数万切りの一手なんですよね。はい、うん、これはしょうがない。数万打っていきました。はい、と一言、大谷の上がりです。約2000点です。相当当たりそうで、うん、他の町、まあピンズ町も全然あるんでね。はい、ピンズ町だったらいいし、イーロンって言われたら本一じゃなければいいなと思いながら、はい、で2000点って言われてちょっとホッと、うん、あ、2000点ならまだいいわと思います、はい、まだ浮いてます。客の農家番南三局です。客野くんも途中までねトップだったんだけど、うん、ラスまである、みんなトップからラスまである、点差接戦です。こういうの嫌いなんだよな。あ、嫌ですか。うん、あんまりいいイメージを。大体ラスになります、ね、誰の点数持ってても意外に消極的なんですね。上がり競争で勝ったことが本当にない、記憶にないぐらい、下手なんですよ。内川さんは1、2、3、4、5、6、7、10。ダメですね、足りません。現在3万400点。ピンコロか。客野くんがね、いいですよね、はい、メンツで。白があんこになりました、藤島です。まだね、まだまだ、うん、鳴かずであんこにしていきます。おお、こちらもいいシャンテン。急走はね、あまり嬉しいつもじゃないけど、ほうほう、いいシャンテンはいいシャンテン。大谷も形は整ってきています。悪くないですね。結構目いっぱいに行きますね。はい。あまり手形いいとは言いませんけどね。ここやっぱり上がりが必要だっていう判断ですよね。まあ見てたら沈んじゃうような。こういうのね、やっぱりこういうとこはいいなと思います。結構、ね、僕なんかね、もう簡単に諦めちゃうから、うん、絶対自敗、もう国士狙ってそうなんで、はい、結構ね、でも伸びるときは伸びるんでね、やっぱこの方が僕はバランスがいいなと思いますけど、うん、なんか怖くてね、なかなか。そうなんですよ、はい、大谷お手がいいので間違えたくないところ。算数がドラ、いろいろある、何切りもありそう、うん、スピンを選択しました。チートイツ、そうですね、4トイツならもうチートイツかな、はい、うん、藤島もこれでターツできたんで、チーピン先切り、今スーピンが切れたんで合わせてチーピンなのか、はい、そうですね、初チューンはまだ打ちたくないっていうのもありますか、うん、ドラを引いてきた大谷です。くっつきのいいシャンテンの形、チーマンかスーソーか、ね、うん、チーマン、リャンマン、スーソー全部ありましたけど、はい、これで6球満点牌闇点です。スーソー引いたんだ、ビーフドライチ闇点、すごいじゃん、この出来方ね。あー、ローマン、おお、お見事、6球満、大谷の上がりです。ピンフドライチ2000点、これで内川が沈みとなりました。うん、これね、難しい判断だったけど、はい、ヤンマン切りが正解導き出しましたね一人行き、あ、そうです、今出場所が良かったです。うん、これは一人行き取りたいね、はい、17のプラスで、はい、37ぐらい今日すごい、ね、プラスになるから、いい、うわ、一人行きしたいな。ドラが吐く、あら、めっちゃいい、おー、いい、めっちゃいい
降りない。これは一人行き取れそうですね。はい、どうします、どうします、どこ泣きます。はい、どこも泣かない。どこも泣かない、うん、一番いい両面がね、6球ピンっていう単葉にならない可能性があるところなんで、ちょっとこれはどこも泣けないかな。はい、うん、魚谷さんも泣くなら、はい、シーソー泣くことはないと思うんですよね、はい、泣くならローピンなんでしょうけど、うん、多分泣かないと思います、うん、残ってるのが形があまり分かりません、うん、あの結構変化多いんで、うん、マンズがどっちかに伸びたりとか、うんうん、ソーズでちゃんと作って、うん、ピンフの手順がいいですよね、やっぱこの局面は、はい、藤島さんが4着目か。そうですね、気づけば279藤島です。お、9ピンでしたか。いいシャンテンではあります。そう打つのが普通ですかね。ほうほう、おー、マンズか。こうすると形は良くなりやすいってことですか、最終形が。うん、いや、そうそう、打ってもそっか、感じそう、うん、いろいろあります、はい、うんうん、スーマーローマンも全て払っていきました。うん、まあね、どっちか残すんだったらスーソー打っちゃいそうなんで、はい、こうなったらもうソーズで勝負になりそうですね。はい、このまま一人行きで終われるでしょうか、魚谷。痛い。もうこれはまたドラが、はい、ドラ短期にはなんないな。2000点上がればいいんですもんね。はい、いいシャンテンです。うん、これは、うんうん、免ピンリーチは十分ありますよ。はい、藤島さんと2着ラスの。あ、来ました。一寸ソテンパイ。上がりの足ではあるけど。そうですね。アンチソンテンパイが入っていたかもしれない。イスソはいい街に見えるな、うん、これでもまだ上がりがあるかも。ピーフイーペコ逆のが流派のポン入れています。これは打ちそうですね、リャンソーから打って、はい、いずれは出る。うーん、普通はリャンソー切りに、あ、イーソーからいったか。魚谷の上がりとなりました。ピーフイーペコ2000点、大きな一人行きで魚谷にとっての最終戦を終えることができました。トップから魚谷、2着に客の、3着に内川、4着藤島の並びで終了です。続きましては最終戦です。